素人が捏造した有名人のゴシップを特に裏も取らないまま紹介するという結局誰も得をしないコーナーです。早速紹介していきましょう。電話中に都合の悪い話題を振られると、あ、電池切れそうなんでと一方的に電話を切る高橋みなみ。いやでもあいつ意外とそういうとこできない人なのよ。なんかほら強気な風に見えて頑張ってますけど、そういうことできないんですよ。だから逆に言うと引き受けてしまってるんですよ。ある意味では断りきれないし、みんながそれで幸せになるならと思っちゃうタイプなんですよ。意外と。うん。香川県観音寺さら。うっかりグロスを忘れてしまい、慌てて唇に天ぷらを塗りたくる高橋みなみ。あいつカツ丼好きだからな。カツ丼あいつ、何食いたい？カツ丼なんか行きつけのところがあるんだって。美味しいお店があるらしく。行きましょうよ、行きましょうよ、カツ丼食べましょうよって。さ、あのさ、ない他にみたいな。カツ丼が食べたいんですよ。カツ丼が好きなんだって。